しいところのこれは、まあ、いわゆるウプロシさんですね。2年ぐらい前から、配信アプリである、リアリティ。まあ、現在ではかなり有名な、アバターを使った配信アプリですけれども、あちら、2年前ぐらいにはかなり頻繁に利用されていたんですよね。現在ほとんどやってないみたいなんですけれども、だから、配信自体は完全な素人っていうわけではないんですけれどもね。大体もう、まあぶっちゃけ、まあご本人から聞いたところによればですね、正直得意分野ではなかったっていう感じの返答が返ってきましたね。まあ、このマイクの調整が一番悩みの高い感じですね。やっぱりもっとマイク、お高いやつを選択しておけばよかったと思って、まあちょっと後悔してますね。まあそのうち、もっと性能のいい、きちんと音を拾えるようなマイクをね、用意しようかなとは思ってるんですけれども、とりあえず、今はこれで我慢するしかないかなって感じですね。申し訳ございません。現在、使っている、マイクの音量の電源が今 9.0 ぐらいなんですけれどもね。正直 9.0 じゃ大きいのかな。Facebook じゃなくて YouTube ですね。YouTube 配信っていう形になりますので、まあ現在のね、YouTube さんっていうのはかなり規制が厳しくなってますから、あまりその、突っ込んだ表現っていうのができないと思うんですよね。ある種のワードに関しては、まあ適当にぼかすしかないでしょうし、もう特定の音に関しては、それ自体が直接その、名刺を出すこと自体ができないですからね。ですね、ただですね、フェイスリグの方に、送ってるアバターですね。遅延というかフリーズ状態になってますので。楽しめればいいかなと、皆さんと一緒にいた